いや、知らなかったです。どうでしょう、プロ2年目でこの6月で50セーブという数字聞いていかがですか。そうですね、まあ、こうやって積み上げてこれたのも野手の皆さんが守ってくださったりしたおかげなので、これからも、もっともっとチームのためにセーブ取れるように頑張りたいなと改めて思いました。去年37セーブ、そして今年はあの WBC もあっていろいろ体力的にも、この開幕に向けて難しい部分もあったかもしれませんが、ここまでまた13セーブ積み上げてまいりました。日々どんな思いでマウンドに上がってますか。そうですね、やっぱりもうセーブも3回失敗してなかなかやっぱり悔しい思いもしましたし、でもやっぱりなんていうんですか、僕がマウンドに上がるときにファンの皆さんがこう後押ししてくださったり、なんかなんですかね、僕を応援してくれるような、でも感じてたので、そういうファンの皆さんの温かさのおかげで、今日もマウンドで抑えることができたなと思ってます。大勢さんが上がるときには東京ドームが特別な演出になりますよね。一旦真っ暗になって、あのあたりご本人もいかがですか。そうです、2年目っていうまだまだこれからの選手なんですけど、やっぱりああいう練習っていうのをしていただいてるんで、まあ、それに応えられるような選手にもっともっとなっていきたいなって思います。見事な節目の50セーブ、最後にチームを代表して今日も大勢さんが締めて交流戦の優勝が見えてきたんではなかろうかと思いますが、勢いがあって、投手陣も本当に、ワンチームで、粘りを見せてるんで、まあ、いい波乗ってるなって感じなんで、これのまま、交流戦を終えて、まあ、優勝してファンの皆さんととりあえず交流戦で一度喜びを分かち合えるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。